藤井聡太七冠を筆頭に羽生善治九段の会長就任など2023年も話題満載な将棋界。観る将の漫画家、千田純生先生に今月もイラストで将棋ハイライトを書いてもらいました。先月5月のハイライトでは5月31日、6月1日の名人戦第5局、藤井聡太七冠の最年少名人達成まで書いたので、6月は少し静かなものになるかもしれませんね。5月のハイライトを配信した後、編集担当さんはそんな風に考えていたようです。でも、完全に杞憂どころか、むしろ先月より話題満載だったかもですね。てへへ、ということで、6月も書き会があったハイライトをイラストでご紹介していきます。1、藤井聡太 VS 佐々木大地の棋聖戦が熱い。藤井聡太竜王、名人、王位、叡王、棋王、王将、棋聖と合わせて七冠の八冠ロードに注目が集まるここ最近の将棋界。ただその全冠制覇を成し遂げるためには現在保有している7つのタイトルを防衛することが大前提となります。その命運を占う夏のタイトル戦、棋聖戦の火蓋が切られました。対局相手は佐々木大地七段。世間的にどうしても藤井聡太棋聖に注目が集まってしまいがちなので初タイトル戦に挑んでいる大地七段、佐々木勇気八段もいらっしゃるので、以下、大地七段、表記にさせてもらえればと、についてご紹介します。大地七段の出身地は長崎県対馬市で、奨励会、棋士の養成組織に入るために一家で関東に越してきたというエピソードの持ち主。そこから2016年に四段に昇段してプロ入りを果たすと、王位戦挑戦者決定リーグの常連になるなどの若手実力派です。なお師匠である深浦康一九段との仲良しぶりは有名で、ツイッターの深浦一門は SNS 上でお互いがイチャイチャして見えるほど楽しいです。わら。ただその第一七段と深浦九段、興味深いデータなのが、藤井聡太七冠との対戦成績なんです。深浦九段。3勝1敗、佐々木大地七段、2勝2敗、棋聖戦開幕前時点。対局数こそ少ないとはいえ、数字上では、藤井聡太キラーの一門、と密かな話題になっていました。そこで迎えた第94期棋聖戦、6月5日に開催された第1局は藤井聡太棋聖が先勝したものの、23日の第2局では終盤に入って藤井聡太棋聖が逆転していたらしいところを、第1七段が中央の角打ちからの再逆転劇で1勝1敗のタイに戻しました。棋聖戦は5番勝負。7月3日に静岡県沼津市で開催される第3局で早くもどちらかがタイトルまであと1勝という局面になります。防衛もしくは初挑戦初タイトルへの足固めか、7月初めからいきなり見逃せない対局、必死ですね。2、藤井聡太七冠の対局、村田システムがすごかった。6月の藤井聡太七冠の対局は4局、名人戦第5局は除く、でした。これでも少なく見えてしまうのが、普段の藤井聡太七冠のハードスケジュールぶりを物語っていますが、とにかく一局一局の内容が濃かったように映りました。特に将棋ファンに鮮烈なインパクトを残したのは、20日に行われた王座戦挑戦者決定トーナメント準々決勝でしょう。藤井聡太七冠の八冠ロードが崖っぷちとなる中で、6四銀からの大逆転劇が話題となりましたが、じーっと対局を見ていた中で心打たれたのが、対局相手である村田明宏六段の独創的な戦いぶりでした。36歳の村田六段は対局前に、棋士人生をかけて戦います、と語られたそうですが、その言葉通り、村田システムと呼ばれる戦法を、藤井聡太七冠ように、新村田システムとしてバージョンアップ。藤井聡太七冠を中継に表示される評価値的に残り数パーセントまで追い込むという、まさにこれぞ漫画のような展開でした。タイトル戦だけでなく、そこに至るまでの戦いでもこんな衝撃的なドラマがあるのだから、せわしかろうが中継にかぶりついてしまいますよね、わら。そして自分の築いたスタイルを信じつつ、安定した成績を残している村田六段でも、タイトル戦の場所にまだたどり着けていない。そんな厳しい側面にも、将棋界の競争の凄まじさを実感しました。第1七段勝利に師匠ウキウキ、藤井聡太羽生善治戦も。
なお前述した棋聖戦では、第1局後に自身初となった海外対局で勝利した翌日、私服姿でベトナムダナンを観光する様子がまるで修学旅行みたいで微笑ましかったです。さらに第2局では藤井聡太棋聖が投了した瞬間、第1七段が朦朧とした感じで一礼をする姿を見て、藤井聡太棋聖に勝利することの難しさを実感すると同時に師匠の深浦九段はツイッター上で、勝ったの。勝てたの、と超ウッキウキだったのも壺に入りました、笑。タフな3局を経て、28日に王座戦トーナメントでそうまみえたのが、羽生善治九段です。現、七冠の藤井聡太先生、七冠経験者にして永世七冠資格保有者の羽生善治先生、と対局を中継していたアベマが紹介していましたが、画面に表示された経歴を見るだけでファンとしては手を合わせてありがたい。と拝みたくなるレベルでした。そして実際の対局も夕食休憩以降までほぼ互角だったようで、最後は藤井聡太七冠が自玉を巧みに逃がして羽生善治九段に勝利しました。そして永瀬拓矢王座への挑戦権をかけたもう一つのカード、豊島将之九段渡辺明九段の対局も気になって仕方がない。そんな思いを持っているのは僕以外の観る将も共通では。3. 羽生善治会長誕生、羽生善治、藤井聡太免状が大ブーム。藤井聡太七冠と白熱した対局を繰り広げた羽生善治九段ですが、ここからは羽生善治会長と呼ばせてください。6月9日の通常総会で日本将棋連盟会長に就任しました。そして10日に行われた観る将の聖地を目指すという駒テラス西参道、早く行ってみたいのオープンイベントにも出席するなど、早くも精力的な活動ぶりです。そして話題となっているのが日本将棋連盟がアマ入段者として公認したことを示す免状。文末には時の連盟会長と名人、竜王が自筆で署名をしたためるわけですが、末尾に会長羽生善治名人竜王藤井聡太と並ぶことに。両者ともにスーパースター、そして七冠経験者でもあるゆえ、申し込みが殺到して数ヶ月待ちとのニュースを聞きました。さすがの人気、ちなみに編集担当さんも免状効果を味わったそうです。この前、アマ入段者の方にお会いしたんですが、やっぱり2人のお名前が入った免状、手にしてみたいじゃないですか？と全集中して将棋に向かった結果、すぐに昇段して即申し込みしたらしいです、わら。将棋ファンにそう思わせるだけのパワーがお二人にある証拠ですよね。わかります。何せ、棋力ほぼ空っ岸の妻子すら、羽生善治先生、藤井聡太先生。免状が欲しいです。と熱を帯びているほどですから、わら。そんな妻氏がしっかり励んでいるのが NHK が放送している、将棋フォーカス、での豊島九段の将棋講座です。あどけない表情とはギャップありすぎのストイックさから、手島ブートキャンプ、とも言われてますが、ツイッターで、ノルマは小さく、自分のペースで、と発信したり、前述した村田六段の書籍、二手詰め、をおすすめする、編集担当さん曰く、視点がめちゃくちゃ新鮮で面白いです、とのこと、など、令和初の竜王名人、もまた、将棋普及への熱量を感じさせます。そして妻氏もまずは一手詰めから励んでいます。イラストに書ききれないほど話題が多すぎ。あまりにここまでの内容が濃く、アベマトーナメントの激闘と、菅井竜也八段がリーダーのチーム菅井による鍋パーティーを筆頭にした面白チーム動画。さらにサッカー観戦で福岡遠征に行った際には、妻氏が絶対に行きたいと語っていた九州の料亭、幸楽、豊川貴弘七段と渡辺和史六段が感動の指定チーム動画を撮った場所を訪れてテンションマックスになった件はイラストでご確認いただければ幸いです。わら。話題にこと書かない、いや逆に、なんで毎月こんなに話題満載なの、と言いたくなるほどの将棋界。果たして7月の戦いやイベントなど、どんな形で僕ら観る将を楽しませてくれるのか今月も心待ちにしています。